楽天グループ、楽天モバイル楽天モバイル株式会社は、日本の移動対通信事業者。楽天グループの一部で、携帯電話の移動対通信サービスを提供する。マノとして、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクに続く、いわゆる、第四のキャリアである。2019年4月1日より、それまで、楽天株式会社本体が運営していた。 仮想移動体通信事業者事業である楽天モバイルも運営している。2018年4月6日、総務省電波管理審議会で楽天モバイルネットワークに 1.7GHz 帯を割り当てることが決定し楽天モバイルネットワークの間の参入が確定した。2019年10月1日のサービス提供開始を予定していたが基地局の整備が追いつかず試験運用に止まる。 サービス地域である東京、名古屋、大阪、神戸での運用は2020年春に延期した。2020年3月3日、単一プランとともに4月8日で、マのサービス、楽天モバイルを開始すると発表した。基地局の整備が完了するまでの措置として、自社通話網のサービス地域外においては、au 通信網へのローミングを用いて、サービス提供する。合わせて、 4月7日をもって MVNO サービスの新規申し込み受付を終了することも公表した。その他、日本国内のマノに割り当てられた周波数帯については、携帯電話の周波数帯を参照のこと。楽天モバイルは同社で販売している楽天ミニの一部端末において、総務省に届け出を行わずに一部周波数を削除するなどの使用変更を行い、その結果、 ユーザーからバンド1が使えないといった声が上がった。総務省から2020年7月10日付で以下の電波法違反による行政処分を受けた。なお、行政指導は通算で5回目となった。行政指導の内容2020年3月頃からネットクラッカーが開発した料金管理分野のシステムに不具合が発生し、楽天モバイルにて携帯端末を購入し、 分割払いを選択した一部ユーザーに対して誤って一括払いの処理を行った。この処理により被害を受けたユーザーの中にはクレジットカードの限度額に達したり信用情報に傷がつくなどのトラブルも発生した。楽天モバイルは2020年10月6日にお詫びのプレスリリースを発表し被害を受けたユーザーに対しての一括請求を取り消しクレジットカード会社や 信用情報機関に対して、クレジットヒストリーを修正する手続きを行うことを明らかにした。2021年1月、ソフトバンクから楽天モバイルに転職し、勤務していた社員が不正競争防止法違反容疑で、警視庁に逮捕された。警視庁によると、容疑者は不正に利益を得る目的で19年12月頃、パソコンを操作して、クラウドサーバーにアクセスした。 ネットワーク情報ファイルを電子メールに添付して自身に送り複製するなどして営業秘密を得たという不正に持ち出された営業秘密は第4世代通信技術第5世代ネットワーク用の基地局設備や基地局同士を結ぶ固定通信網に関する技術情報などで法人顧客取引先に関する情報は含まれていないというソフトバンクは楽天モバイルが 営業秘密をすでに何らかの形で利用している可能性が高いと認識しており楽天に対し営業秘密の利用停止と廃棄などを求める民事訴訟を提起する予定これに対し楽天モバイルは社員が同法違反の容疑で逮捕されたことを認めた上で社内調査で同社員が前職により得た営業情報を業務に利用していたという事実は 現時点まで確認されていないと説明し、5G に関する情報も含まれていないと述べた。5月6日、ソフトバンクは元社員と転職先の楽天モバイルに対し、10億円の損害賠償と基地局の使用差し止めや廃棄などを求める訴えを東京地方裁判所に起こした。ソフトバンクは持ち出された情報が楽天モバイルが業務上利用するサーバーに保存され、 他の社員が見られる状態にあったことを確認していると主張していて今後の審理の状況に応じて請求額が増えることがあるとしている。ありがとうございます。